1球目空振りから第2球ストライク。ボールカウンターノーボール2ストライク。外角ストレートは外れてもわずかに外、カウント1ボール2ストライク。投げました、変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。低め外れてもボール第2球、投げました、変化球ストライク、アウトローへ。ワンアウトランナーはありません。投げました、低めボール、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました、カットボールはボール、内角へ際どいところ、カウントは3ボール1ストライク。投球これから5球目、打ったピッチャー返し、斉藤今拾ったアウト、これで2アウト、ランナーありません。次のバッターは小笠原、ここまで2三振といいところがありません。第2球投げました、流し打ち、どうだ。7回の裏が終わりまして9対3、高校チームこの回点を返しました。直球見送ってストライク、さあ2ストライクと追い込んだ。ミスにこれが2イニングス目になります。ボール、カウントは2ボール2ストライク。第5球打った、いい当たりが抜けた、田村ヒットを放ちました、今日初めてのヒットになりました。バッターボックスは宮城、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。もう1回この一塁へ牽制球を送ります、投げた、さあ次の投球バッター追い込まれました。ボールカウンターノーボール2ストライク。投げた、アウトサイドボール、カウントは2ボール2ストライク。また牽制、一塁タッチセーフ、投げた、見逃しの三振。今日2三振の坂口ボール、一塁牽制、タッチはセーフ、投げた、外れた、ボール、カウンター2ボール。ワンアウトランナー一塁、第3球は3球目ストライク。もう一度一塁牽制球です。第4球を打ちました、セカンド右、二塁アウト、ショートから一塁送球、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって9対3、先行チーム無得点で終了です。初球ストライクから第2球ボール、バッターよく見ました、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた、フォークボール空振り、タイミング合いません。追い込んでから投げました、ストライク、見逃し三振。バッターは市川、投げました、ストライク、いきなり156キロ。投げました、低めボール、カウント1ボール1ストライク。斉藤これで8イニングス目に入りました。打ちました、坂口ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト、これで2アウト、ランナーありません。第2球投げました、変化球ストライク、低め、これは完全に振り遅れ。第3球を投げました、見送ってストライク。第4球を投げました、ボール、カウントは2ボール2ストライク。ボールカウント2ボール2ストライク、ボール、
カウントは3ボール2ストライク。第6球を投げた。160キロ直球、空振り三振。谷スイングアウトの三振に倒れました。投げた直球ストライク低め、少し迷ったか。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、抜けた。今本ヒットを放ちました。これで今日は1アウト、ランナーは1塁変わりません。1塁へ1つ牽制球を送りました。第2球ストレートはボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球を3球目空振り、タイミング合いません。もう1回1塁へ牽制球、再び牽制球を送ります。はい、ランナーの動きを警戒しています。ワンアウトランナー一塁、投げた、ヘッドコース低め空振り、タイミング合いません。また牽制球、タッチセーフ。また牽制、一塁タッチセーフ。再び牽制球を送ります。第6球だ、防いで反撃ののろしとしたい。第2球打ったい当たりだ、さらに伸びる、伸びていった、1番今日ツーベースを打っている秋元。第9投げた、落とした、ボール。第2球投げた、ストレート。投球は3球目、投げました、ストライク。第4球はボール、高め、高め外れて2ボール2ストライク。投球これから5球目、ボール、カウント3ボール2ストライクです。1塁2塁とチャンスを広げました。
インローへカウンター2ボール。第3球をシンカーはボール、際どいボールよく見ました。カウンター3ボールノーストライク。投球これから4球目打ってきました。右中間へのフライ、右中間深いところを掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。打ちました。初球打ち抜けた。坂口ホームも並ぶ。先行チームこの回9点目。今日2本のホームランを放っている松村。ランナー2塁、投げました。低め外れてボール。カウンター2ボールノーストライク。第3球を空振り。セカンド牽制球です。タッチはセーフ。2塁はセーフ。打ちました。ライト方向へ持っていきましたが、先行チーム大量リードです。高校チーム、この回はクリーンアップからの攻撃になります。ここまで2安打の木川。マウンド上は右のオーバーハンド斉藤。見送ってストライク。バッター追い込まれました。投球はこれから3球目ボール、アウトローへ。第4球を投げた。見送ってボール。カウント2ボール2ストライクです。投げた。落とした。ボール、アウトコース低め。ボールカウント3ボール2ストライク。低め、ボール球打った。アウト。これでワンアウト、ランナーありません。バッター矢倉。投げた。外角低め、高速シンカー外れてボール。第2球ボール、アウトコース低め際どいところ。カウントは2ボールノーストライク。斉藤、関東ベースで9回のマウンドに上がっています。投げた。直球ストライク。インローへ。第4球を投げた。低めいっぱい、ストライク。ボールカウント2ボール2ストライク。投げた。空振り三振。今日2本のヒットを放っている渡辺。高校チーム最後となるのか。初球はストライク。初球まずは入れてきました。第2球高速シンカーはボール。これはわずかに低いか。カウントワンボールワンストライク。投げました。内角高め、ボール、際どいところ。カウントはツーボールワンストライク。投げました。4球目はストライク。さあ次が最後の投球になるか。ツーアウトランナーはありません。投げました。高め際どい、ボール。ボールカウント3ボール2ストライク。投げました。際どい球選んでファーストボール。よく選びました。第9球フォークボール見送ってストライク。さあ次の投球打った。一塁線に転がした。一塁ベースを踏んでアウト。さて本日のヒーローは佐藤。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきましたように18回